よろしくお願いします。じゃあ聞いてください。グレイ、裏返ります。あ、喉あるこうてもろて喉を潤しとかないと無理ですね、いきなり本番、まあ、ちょっと高いところがあるからね、下げるところ、うんうん、そこ難しい、ま、あのリンク貼っとくんで練習してもろてそうですね、練習あるのみですね。そうじゃな、はい、どうもあとすいませんでーす。ありがとうございました。ということで今日はですね、私の曲グレイをババちゃんに歌ってもらいました。すいません、歌手でも何でもないんで。何その自分で、はい、あのセルフハンディキャッピング。めっちゃ緊張した。楽しかったね。うんうんうん。いや歌っていいですね。誰やねん。誰やねん。今ね、私歌が上手くなる薬欲しいです。やばい、これはやばいな。そんな薬ねえから。練習あるのみですかね。喉飴買ってください。喉飴買うとって思って。いや、ナナさんの曲本当に。ナナさんって。いや、普段はナンナンって呼んでるんですけど。うんうんうん。いや。え、私の曲のすごいですね。どうやって作ってるんですか。マジ尊敬するんですけど。やったー、嬉しい。いや、もうナナさんの曲マジ。いや、マジマジって、いや本当にいい曲ばっかりなんで。いい曲しか書かんから。いや、もう本当にぜひ聴いてください。私仲良くなって、覚えててくれてたね、はい、本当に覚えてると思う。うちに遊びに来て適当な薬を頼ったらなんか一緒に口ずさんだったえみたいな。本当に聞いてたよ。グレイ、グレイいいですよ。他にも2人とかね、あ、闇ソング。基本的に暗い歌詞、暗い曲しか書けんから。いやでもこう女性の気持ちをね、うまく表現できてると思います。おー、はい、はい、今日歌ってもらったグレイが一番今の明るい曲だからね、はい、え、そうなん、うん、本当だって。他なんかあなたなんかもういらないからさ、あいつは天才かもしれん。なんでそんなこと思ったの。なんでですかね。どっからそんな歌詞が出てくるか。なかなか平和な歌は。
楽しさを求めている方、奈々さんに聞いてください。誰でも来られても困る。カットカット。じゃあ、まだね、新曲も近々発表する予定なので、新曲聞きましたよ。いや、あの、ぜひ聴いてください。次は冬をテーマにしたブルーグラスの曲なので、うん、ね、今度はあの、凄腕プレイヤーのね、あの、ね、ネクニクンっていう番組の機能をちょっと出してもらって、楽しみですね。ブルーグラスの新曲できつつあるんで、はい、そちらの方も楽しみにしてもろって。チェケラチェケラ、皆さん YouTube チェックしてください。じゃあね、バイ。ババちゃんでした。ババちゃんでした。バイ。